はい、では今からですね、ウェブカムじゃないな、普通の、最近のカメラのですね、データを iOS につないで、iMovie に入れて簡単な編集をしてから YouTube に上げるまでの解説動画を作っていきたいと思います。よろしくお願いします。私が手元にある簡単なカメラといえばこのソニーの MV1 しかないので、これでやっていきます。で、あらかじめ、映像を撮っております。で、この中から SD カードを取り出します。取り出しましたら SD カード、まあこれマイクロ SD を使われている方が結構多いので、今はですね、カメラがマイクロ SD なので、これは普通の SD カードのアダプターに入れます。それから iOS、ライトニングと SD カードのこのケーブルですね、入れます。それから、まあ、iOS、何でもいいですが、iPad、iPhone などのライトニングに差し込みます。ちなみにこの iPad は2018年モデルです。それから、このフォルダーマークですね。フォルダーマークのファイルというアプリがありますので、これを立ち上げます。立ち上げますと、この左側の一覧の中に SD カードが読み込まれてます。この USB のこの線がグーッとなったアイコンのですね、これが立ち上げられてます。この中に全てファイルは入ってますので、探していきたいと思います。これですね、はい、うちの近所の風景を撮っております。で、この右上の四角に矢印のボタンを押します。押すとこのビデオ保存というのが出てきますので、ビデオを保存します。そうしますとビデオがこの本体内の、写真のこの一覧の中にこう保存されますので、これですね、これで本体内に入りました。はい、それでは iMovie を立ち上げます。立ち上げましたらプロジェクトを作成で、ムービーを選びます。そうすると先ほどのこの入れた映像が出てきますので押します。で、一番下のムービーを作成します。これで基本的なムービーはもうできています。で、このムービーの作り方とかはですね、いろいろ解説が出てますので、そちらをご覧ください。それで完了を押しますと、一応形としてムービーが完成しております。で、ここまでできましたら一度プロジェクトを書き出すというか、ビデオ保存ですね、ビデオを保存します。で、フルサイズで保存しておきましょう。ムービーを書き出しています。ドライブラインに書き出されました。続いてですね、YouTube のアプリを立ち上げます。 YouTube のアプリを立ち上げますと、右上のカメラボタンを押します。ライブ配信録画とありますが、今書き出したファイル、このファイルですねを上げたいので、これを押します。で、これを次へを押していろいろ設定をします。タイトル、説明、タイトル、九州産地と入れると、窓から見た風景ですと入れると、公開場所、詳細、OK、 はい、でアップロードをします。これでアップロードが完了します。以上です。